日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、日本における安全保障のために、アメリカ合衆国が関与し、アメリカ軍を日本国内に駐留させることなどを定めた二国間条約。いわゆる休日前安保条約と呼ばれるものであり、1951年9月8日の日本国との平和条約の同日に署名された。 1960年6月に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約が発効したことに伴って執行した。1945年8月の降伏以降の日本はアメリカ軍を中心とした連合国軍に占領され日本軍は解体された。冷戦による陣営対立が深まり1950年6月25日に 朝鮮戦争が勃発している。日本中流のアメリカ軍は朝鮮半島に移動し、警察予備隊が創設されるなど、日本の防衛、安全保障環境は不安定であった。朝鮮戦争が継続される中で日本は共産主義人へを除いた諸国と講和する運びとなってきた。防衛、安全保障環境を憂えた日米両国は、 日本の主権回復後もアメリカ軍が駐留することで、極東における安全保障環境を維持することとした。これによりサンフランシスコ講和条約と同時に、すべての占領軍は講和成立により、速やかに撤退する二国間協定により、引き続き駐留を容認される国も存在できると、定めた条約第六条栄光ただし書きの規定をもとに、本条約が締結された。 この条約により、アメリカ合衆国は、望む、数の兵力を望む場所に望む期間だけ駐留させる、権利を確保した。条約は、全文と五条からなり、アメリカ軍が引き続き日本国内に駐留し続ける、ことが骨子となっている。条約の期限はなく、駐留以外に援助可能性には、触れているが、防衛義務は明言されていない。また、 内乱への対応の言及もあった。このため防衛義務の明言、内乱条項の削除などを行った、新日米安保条約が締結され、1960年6月に発効した。休日米安保条約第4条及び、新日米安保条約第9条の定めにより、休日米安保条約は1960年6月23日に執行した。 単独で条約の署名に臨む吉田茂登場役の署名の際に主席全権委員であった吉田茂首相は単独で署名に臨んだ。講和会議の舞台となった華やかなオペラハウスとは対照的なプレシディオ国立公園の歌手館用クラブハウスの一室で行われたこの調印式には他の全権委員は欠席しており唯一同行した。 池田隼人大蔵省に対しても、この条約はあまり評判が良くない。君の経歴に傷がつくといけないので、私だけが署名すると言って一人で署名したという。第一条の外国による武力侵攻に関して、この時期の該当令は韓国による竹島の占領、ソ連による四国担島及び歯舞諸島占領がある。 いずれも当時アメリカが日本の主権だと認めていた領土への外国の武力支配であったが、6年前の1946年1月29日にスキャッピンマイナス677で日本が当該地域の市政権を停止させられていたことも影響し、安保条約によるアメリカ軍の援助はなかった。四タ丹島と竹島については、 東京領事のウィリアム・ターナーは1953年11月30日付で、リアンクール論争に関する覚書きを本省に提出し、安保条約と領土問題について触れている。ラスク書簡をもとに、竹島に対する日本の主権を認めていながら、竹島問題にアメリカが介入して、恨みを買うことを恐れていたターナーによると、竹島問題はソ連が占領した。 日本領の思考担当問題と似ているという。アメリカは思考担当が日本の主権に属すると声明したが、日本はアメリカに対して安保条約に基づく武力行使を要請してこなかった。したがって竹島問題についても日本人が日米安保条約を呼び出すのではないかと過度に不安になる必要はないと述べている。1957年に ソ連の国境警備隊は、ハボマイ諸島の停止を高地である、貝殻島に上陸して、実行支配したが、アメリカによる対抗措置はなかった。ありがとうございます。